ごい景色、気持ちいい。はっはっは、活連の民よ、キムタカなる。にゃっ、おめえ熱いな。うわっ、うわまあまあそんなに驚くな。いやー、周りも熱いやつでさ、いつもこっから海を眺めながら桃と踏み上がりに夢語ってたぜ。なんでそんなこと知ってんの？カツレンのことなら昔のことでも大抵知ってるぜ。桃と踏み上がりにも会ったことあるの？超美人さん。やっぱそっか。ちょっと待って、桃と踏み上がりさんって誰？雨割りの奥さん、絶世の美女って言われてんだぜ。桃と踏み上がりのおじいさんは琉球王国を最初に打ち立てた昭波氏王、その息子が昭太久王、お母さんはたくさんの戦で名を挙げた御様丸の娘、つまり王家の血を引くお嬢様。超セレブじゃん。で、雨割りの奥さん。その頃若くてぐんぐん力をつけていた雨割りと超お嬢様の桃と踏み上がり、その二人は燃えるような恋でって言いたいけど。カツレンの雨割りという男、桃とと結婚させ我が一族に迎え入れようと思う。ダメです、あんなへみ上がりの野蛮な男、何があるか分かったものじゃない。家来のウフグシク剣友を一緒に行かせる。ウフグシク、桃とを守るのだ。はっ、良いな桃と。政略結婚ってことだよね。まあそうだけど、お嬢様の桃と踏み上がりにとって雨割りは新鮮で面白かったみたいだけどな。ふふー、 お前ちょっと。その結婚で雨割りは昭太久王が義理のお父さんになって、御様丸は義理のおじいさんになったって感じだね。すっごい、それでみんな大きな家族になったのね。素敵。そりゃそうなんだけど、御様丸雨割りの乱つうのがあって。ん、何それ？雨割りが昭太久王の命令で御様丸と戦うんだ。え、ちょっと待って、それって結婚相手がおじいちゃんと戦うってこと？そんでおじいちゃんは追い詰められて自ら命を絶ってしまう。桃と踏み上がりは雨割りを止めなかったの？っていうか昭太久王、お父さんなんだしやめてって言えばよかったのに。っていうかその後雨割りは桃と踏み上がりのお父さん昭太久王に滅ぼされるんだ。雨割りが昭太久王を攻めようとしたから滅ぼされたっていう話もあるし、逆に雨割りや御様丸が力を持ちすぎたから昭太久王に滅ぼされたっていう説もある。やっぱドラマみたい。でも雨割りがいなくなっちゃったら、桃と踏み上がりはウフグシク剣友と結婚。ちょっと待って、それって雨割りと結婚する時についてきた、そう、家来だった人、昭太久王の命令で雨割りを倒したんだ。もうダメ、ついていけない。でもその二人目の結婚相手ウフグシク剣友も首里で起こったクーデターで追いやられて自決。桃と踏み上がりは？その後は玉城ってとこで静かに暮らしたらしいけど。玉城？ちょうどあっちの方かな、お墓もそこにあるんだって。桃と踏み上がりなんだかかわいそう。結果を見ちゃうとそうだけど、それだけでもなかったんじゃね。え、美しいな。いや、この景色がな、見ろ、
このカツレンを。あの太陽に向かってパーッと門を開き、黄金のように輝いている。カツレンは今に世界のカツレンになる。いや、豊かでみんなが笑う世界のカツレンにするんだ。桃とお前と一緒にな。